今日のお題は1930年代のエコカーだよ。そんな昔にエコカーなんてと思うかもしれないけれど、もちろん本当の話だ。今エコカーといえばハイブリッドカーや電気自動車だ。ここでは二酸化炭素を排出しないか、排出量が少ない車を、環境負荷の少ない車という意味でエコカーと定義しよう。この定義なら二酸化炭素をそれなりに排出する車でも、それが温暖化の原因にならないのであれば立派なエコカーと言えるよね。どういうことかというと、普通のガソリン車やディーゼル車が排出する二酸化炭素は、元をたどれば地面から掘り出した石油の中の炭素がエンジンの中で燃えて酸化したもの。だから車が走れば走るほど大気中の二酸化炭素は増える一方だ。でももし車の燃料が石油ではなく植物から作られるバイオマスだとしたらどうだろう。その燃料をエンジンで燃やして二酸化炭素が出たとしても、それはもともと大気中にあった二酸化炭素を植物が吸収したものだから、いくら車が走っても二酸化炭素は自動車と大気の間を循環しているだけということになる。お、ピンときたかな、こうかと。実はこれが1930年代のエコカーの正体、植物を燃料にして動く木炭自動車なんだ。木炭自動車はガソリン不足に陥っていた戦時中の日本で使われた車だ。木炭自動車には木炭に水を加えて不完全燃焼させるお釜とでも言うべき反応炉が組み込まれている。不完全燃焼で生じるガスを合成ガスと呼ぶけど、これには一酸化炭素と水素が含まれているんだ。合成ガスをエンジンに供給することで木炭を燃料にして走れたんだよ。木炭自動車は1920年代に誕生し、1930年代後半から本格的に普及が始まったと伝えられている。既存の自動車に反応釜とガス供給装置を取り付けて、エンジンはそのままで木炭自動車に改造できたんだ。これは植物から得られた炭素を原料とすることで、大気中に二酸化炭素を増やさないカーボンニュートラルを実現させた先端的なシステムと見ることもできる。しかし合成ガスのエネルギーの密度はガソリンや軽油とは比べるべくもない。木炭自動車はパワー不足な上に反応炉を安全に安定的に動かすのも難しかったので、戦争が終わって物資不足が解消すると木炭自動車は使われなくなったんだ。でももし木炭などから作られる合成ガスをガソリンやディーゼル燃料などの液体燃料に変換できれば話は別だ。取り扱いも簡単だし、エネルギーの密度も高くなる。何より普通の自動車に従来の燃料と同じように供給できるから、今道路を走っている普通の車もエコカーに変身というわけさ。合成ガスには一酸化炭素と水素が入っているから、酸素原子を水として取り除き、炭素と水素を結合させる。この炭素と水素が集まってガソリンやディーゼル燃料と同じ性質の燃料ができる。適切な触媒を使えばこんなことも可能なんだ。応用科学ってこのように普通の車をエコカーにするバイオマスの研究にもサステイナブル工学の視点から役立っているんだね。効果とも分かったかな。